はい、どうもです。今回ですね、こちら、リュウグウノヒメっていう食材ですね。はい、ということでですね、とんでもない名前の魚なんですけども、リュウグウ城に、もし仮にカメ助けてさ、リュウグウ城行って、乙姫様でこれが出てきたらなえるよね。顔だいぶ怖いもん。で、ちなみになんでこんな名前なんだろうと思って調べてみたんですけど、出てきませんでした。多分ね、幼魚を見た人が、あ、すごい綺麗なお魚だってね、思って名前つけたんでしょうね。はい。ちなみにですね、こちらのお魚、鹿児島県内ではまだ数件しか水揚げ報告がないぐらいね、超レアらしいです。ただですね、僕はこれ思うんですよ。多分ね、エチオピアっていう魚とね、間違われて扱われてるだけだと思います。ほとんどの人はね、いちいちそんな見分けつけないですから、エチオピアって言って売りますからね、合格されてるだけだと思うんですけども、だからもう、これあくまでもマサルの妄想の話ですけど、多分めっちゃ上がってると思う。うん。もう今回もね、両親の友達からさ、電話かかってきて、まさかエチオピアあげるよって言って渡されて、これ、リュウグウの姫じゃないかな、みたいな。そんなノリですからね。ということでですね、早速、観察していきましょう。はい、こちらが全体像ですね。まあ、おそらくね、YouTube で上がるのは史上初でしょうね。まずね、深海に生息してるんで、光をね、いっぱい集めるために目が大きいですね。で、血がいかついですね。おそらく、こういうね、細かい系の歯は、獲物を噛み砕くというよりは、口の中に入れて、一回入ったら出ていかない返しのような役割になってるんで、おそらくね、小魚とかね、イカとかを食べてます。で、ヒレジロ漫才用と、でもどこが違うんやぐらいのね、感じだと思うんですけども、もうヒレの形がね、全然違いますよね。ヒレジロ漫才はこんな感じのヒレしてますからね。ヒレジロっていうだけあって、ヒレジロ漫才は、尾びれの先が白いんですけども、リュウグウの氷見は白くありませんからね。身がね、あとね、すごい薄いです。もう形としてはね、本当にマナーガツオぐらい薄いですよ。で、鱗はですね、これ繋がってて、これ普通に鱗かきじゃ取れなさそうな感じしてますね。で、今ヒレをね、こう針で止めてるんですけど、こんな感じで隙間があって内側に収納できるようになってるんですね。はい、ということで今日はですね、こちらリュウグウの姫、刺身、そして煮付け、この2品で料理していきましょう。ということで早速さばいていきましょう。はい、それではまず鱗から取っていくところなんですけども、鱗普通に取れないし、多分すき引きしても多分若干ね、骨片が残りそうな雰囲気してるんで、取らずにいきましょう。ということで早速頭から落としていきます。あ、骨柔らか。はい、頭取れました。で、これ目玉めちゃめちゃ美味しそうなんで、頭煮付けにしていきましょう。そしたら、お腹開いていきますか。骨柔らかいな。これかなりね、内臓脂肪乗ってますね。結構深海魚って寄生虫ついてることが多いんですけど、このお魚は大丈夫ですね。はい、それではね、3枚におろしていきましょう。鱗包丁入るかな。全然入りますね。あ、むずいわ。ちょっと尻尾一旦飛ばそう。これ普通魚ってここら辺から包丁入れていくんですけど、こうヒレの収納スペースはここぐらいまであるんで、ここ包丁入んないわ。もうちょい上側包丁入れるんですね。ここだ。でね、骨がね、マナガツオみたいに柔らかいんですよ。ちょっと力入れすぎると下行っちゃうんですよね。しかも身もマナガツオっぽいな。みんなマナガツオ知らないか。マナガツオっぽいとかばっか言ってますけども、背中側も同じで、これヒレの収納スペースがここら辺にあるんで、ここ避けて包丁入れていきましょう。よいしょ。これ骨がぎっしり入った魚ですね。にしても、じゃあ反対側行きましょうか。もう容量はつかめたんで、反対側サクッといっちゃいましょう。背中側も包丁入れていって、あー、でもこれ反対側難しいわ。超むずいわ。めっちゃ身残った。この魚はね、本当に骨が柔らかい。背骨がスパスパ入ります。ほら、普通魚の背骨ってこんなスパスパ切れないですからね。はい、そしたらこれ釜の部分外しちゃいますか。ここもね、煮付けにしていきましょう。塩焼きとかにしても美味しそうな見た目してるね。で、この際頭も割っていきましょう。おそらくね、これね、こんだけ柔らかかったらこんな感じで切れると思う。あ、切れた。やっぱで、これエラ臭いんで外しておきましょうね。はい、それでは煮付けを切り終わったんで、こちら腹骨をね、処理していきましょう。いや、これ腹骨ね、本当に初めて見る作りしてます。これわかるかな。ここの骨が全部一体化してるんですよね。どうやって取ればいいんだろう。硬っ。どういうことや、これマジで包丁入らんぞ。ちょっとわかんないんで、一旦真ん中切ってみますか。なるほど、ここまで骨入ってるわ。これどうやればいいんだろうな。
これ多分腹骨落とせないんじゃないか。しかも見てください、ここ。うわ、これ諦めていいかな。みんな腹骨落とせないかも。こんだけ深くまで腹骨入ってる中、これ見て、ここで皮とくっついてるっていう。どうやって歴代の人たちは調理してきたんだろう。いや、一応外してみるか。はい、まあ一応取れましたけども、どうしようか。この黒い膜をどうやって取ろう。なんとか一応取れました。はい、そしたら皮を引いていきましょう。もう調べたところ皮がすごい柔らかいということなんで、すごい身が綺麗だな、サメみたい。で、ようやく柵になったんですけども、これね、相当水っぽいんで、ピチッとシートで水分取っていきましょう。で、まあ煮付けができるまでなんで30分ぐらいね、これ水分抜いていきましょう。冷蔵庫入れておきます。はい、じゃあこちら釜と頭を使いまして煮付けを作っていくんですけども、まず霜降りからしていきましょう。 OK、 セット、よし、いいでしょう。で、ここは霜降りしていくんですけど、霜降り普通は表面だけ火を入れて匂いを落としていく作業なんですけど、これ鱗取りたいんでちょっと長めにやります。まあ、大抵の魚火入れたら鱗取れます。はい、そしたらこの相当濁った汁が出てきました。これ匂いの塊ですからね。これ一回やるかどうかで本当に匂い変わってきます。よし、オッケー。じゃあ鱗取っていきましょう。もちろんね、物によっては取れないのもありますし、どうだろう。うわー、マジか。多少取りやすくはなったんですけど、これ大変よ。身が脆いから取りづらいな。うわ、この魚、マジで調理むずいわ。ただね、俺ね、口の中に鱗入ってくる料理、本当に嫌いなんですよ。だから全部きれいに取ります。ほら、綺麗になった。これ逆に火入れすぎて、これ、皮まで剥がれちゃってるわ。俺みんなめんどくさくなってきたわ。これどうせ、煮つけたら皮剥がれるんで、やめとこう。開けられました。で、もう早速煮つけていきましょう。最初三温糖ですね。はい、じゃあ茹でてアク取っていきましょう。ちなみにいつも醤油を後に入れてるのは、醤油を入れるとアクを取りづらいからですね。醤油入れる前だったらアク取りやすいですからね。そしたら酒、醤油。これちなみに前テレビ撮影が来てね、貼ってるだけで、さすがに YouTuber でスポンサーとかないんでね、 YouTuber として隠してるわけではないですよ。で、みりん、オッケー。しばらく味が入るのを待っていきましょう。はい、そしたら煮付けを待ってる間に刺身切っていきましょう。まだ30分ぐらいですけど、まあまあ水分抜けましたね。あー、でも腹はもう2時間ぐらい抜いた方がいいな。すごいべちゃべちゃ。もう腹は動画外で食べます。なんかべちゃべちゃしてます。いや、どうなんやろな、これうまいんかな。この感じの身初めて見るんで、うまいかどうか全然わからん。身は超柔らかい、筋もほぼないですね。ちょっと細く切ってみました。はい、うわ、この感じわからんな。ちょっと形が悪いんでこのぐらいにしましょうか。本当にね、サメと同じ密室してる。うわ、どうなのこれ、楽しみやな。ちなみになんですけど、この包丁、マサルプロデュース包丁ね、半年ぐらいかけて作ったんですけど、やっぱね、職人さんにね作ってもらう生産がねうまくいかなくて、次回のね追加販売でね終わりですね。もうだから結局200本しか作れませんでしたね。気に入ってたんでね、みんなに使ってほしかったんですけども。はい、それでは完成しました、リュウグウの姫お刺身です。じゃあそろそろ煮付けもいい感じになってる頃でしょう。見てみましょう。よし、いい感じですね。よいしょ、見た目はちょっと微妙ですが完成しました。はい、それでは完成しました。いただきます。どうでしょうね、これは。じゃあまずはお刺身からいきましょう。いただきます。うまいわ、うまっ。うわー、なんだろうなこれ、まあ、食感に関しては見た目通り水っぽくてちょっと微妙な感じはあるんですけども、めちゃくちゃ味がいいです。これ美味しいわ。別に脂が乗ってるわけではないんですけども、すごく魚自体の味がいい。これ上品な感じってよりももうすごいパンチの効いたね、旨味の塊みたいな、こんな感じの味がします。あ、白身魚だと思って今食べたんでちょっと気持ち悪い感じがしたんですけど、食感としてはアジとかに近いわ。アジの刺身とかに。そう考えたら別に食感が悪くもないか。
旨味も青身魚みたいな旨味がある。竜宮の姫、美味しいです。回らない寿司屋で出てきても、全然文句ない。なんなら、なんすかこの魚って聞きたくなるぐらいの味です。はい。これ、普通にうまいわ。じゃあ、煮付けも行きましょう。いただきます。これやばいわ。ちょっと待って、みんなこれやばい。これやばいわ。みんなこれやばい。今まで食べた煮付け史上一番うまいわ。煮付けは下田で取れる金目鯛が一番うまいだろうと俺は思ってたんですけど、超えてきたわ。バチクソうめえ。もうね、身はね、口に入れた瞬間とろけて、皮目の旨味がとんでもないわ。もう、食感100点、旨味100点、で、味の染み込み度合い、これも100点、全部100点。うん。これやばいわ。えぐい。ちょっと目も行きましょう。目玉。楽しみです。俺水晶体好きじゃないって吐き出しますね。あ、目玉もちょっと生臭さあるものの美味しいですね。これやばいな。食感がもうふわふわでありながら、後味がもうなんなら牛肉を彷彿とさせるような、もうパンチのある旨味。これ好きやわ。俺めっちゃ好きやわ。鱗取るのがちょっとめんどくさかったけど、もうそれ加味しても好きやわ。これ人生のフルコースに入れようかな。トリコみたいな感じでさ、副菜に入れようかな。竜宮の姫の煮付け、本当にトリコでありそうな名前ですけどね。いやーすごいな。はい、それではごちそうさまでした。いやー今回やばかったね。これからね、生きてる間ね、また出会えるかどうかわからないぐらいの、希少な魚。まあ俺はね、勝手にヒレジロ漫才王と、出品されてるだけだと思ってるんで、全然出会えるとは思ってるんですけども、データ上では超希少な魚、竜宮の姫。これちょっと俺売ってたら1匹8000円までは出せるわ。金目鯛と同じぐらいの価格俺出せるわ。うん、そんぐらいうまい。まあおそらく1500円ぐらいで買えると思いますけど。いやーすごいね。はい、まあ皆さんね、もし深海魚釣りしてて、もし竜宮の姫釣ったらね、これ絶対食べた方がいい。絶対リリースしちゃダメだ。えぐい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。